鎌口橋周辺の空中写真中央が瀬戸島でその北東の協作部が鎌口橋。協作部を東西に横断している橋が鎌口橋。南北に縦断している橋が鎌口再本橋である。鎌口橋静岡県富士宮市にある橋。富士川に架かる橋としては一番短い橋である。ここでは鎌口橋の北にある日本系金属が架橋した。 鎌口西本橋についても説明する。眼下に藤川水雲最大の難所と呼ばれていた鎌口橋があり、対岸と渡し船で渡るのが非常に困難な場所であった。一方で川幅が他の地点と比べて非常に狭かったことから古くから川の東側と中間点にある瀬戸島の間に吊り橋などで佳境が行われていた。しかしかけられた吊り橋は非常に 不安定であり、その厳しさは、富岳機構や歌川広重、藤川上流折衷の図、長崎大学附属図書館に所蔵している絵画でも伺うことができる。1608年に、徳川家康が、富士山本宮浅間大社を参拝する際釜口橋を渡っているが、この際は板橋を仮設しとかしている。吊り橋はたびたび落橋しているが、瀬戸島の西の対岸の間も、 調子の口と呼ばれる難所であり、瀬戸島の住人にとって生活に必要な橋であることからすぐに再仮設されていた。明治時代になると針金で結んだものになったが、1918年に不評第60連隊が橋を渡ろうとしたところ、落橋し7人の死者を出すなどその厳しさは相変わらずであった。1951年に現在のトラス橋に架け替えられ、 ようやく安心して渡ることができるようになっている。鎌口サイフォン橋は日本系金属が藤川第二発電所の送水用に藤川の鎌口橋上にかけた水道橋である。1942年完成。全長53.3メートルで銀色のトラス橋の中に関係5.5メートルの水道管が通っている。日本系金属がアルミニウムを生成する際、 安定した大量の電気を必要としたことから発電事業を進めていたが、山梨県南駒郡南部町にある藤川第一発電所で使われた水を効率よく、静岡市清水区にある藤川第二発電所へ送るために作られたものである。ありがとうございます。